はい、皆さんこんにちは、しんです。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。今日は、シャオミの、新製品が、今日発表となりました。こちらの方を今日は見ていきたいと思います。はい、まず最初にご紹介いたします商品はミーのスマートバンド5となっております。こちらの商品は何といっても価格がお手頃価格、税別4490円となっております。そして全モデルと、大きく変わりましたのが約 20% 大型化しました液晶 1.1 インチのなんと有機の EL ディスプレイを搭載しております。そして、高気圧防水にも、対応し、水泳や、サーフィン、ランニング、サイクリングなどヨガなどのいろんなスポーツワークアウトを、まあ、約11種類なんですけども、記録できる機能を搭載しております。そしてファッション性も意識しており、約65種類以上のディスプレイと6色のバンドをなんと選択できるということになっております。あとは何といってもバッテリーが最大なんと14日間も連続使用になっております。そして続きましてはミーの完全ワイヤレスイヤホン2ベーシックとなっております。こちらも低価格、税別3990円となっております。見た目はアップルの AirPods をよりごつくしたデザイン、14.2 ミリの大型ダイナミックドライバーを搭載しております。そして高音質を実現、マイク側にノイズキャンセリングを搭載、通話時の雑音を除去し、相手に、ま、クリアな音声を、届けられる機能がついております。その他の機能といたしましては、イヤホンを外すと音楽を自動停止、することも可能となっております。そして、フル充電で連続5時間の使用、そしてイヤホンケース追加充電で合計20時間のバッテリーが、持続するワイヤレスイヤホンとなっております。まあ、でもかなりごつい、ワイヤレスイヤホンとなっております。はい、続きましてはミーの完全ワイヤレス小型のイヤホンベーシック2となっております。こちらは、まあ、小型ですので耳から、先ほどのイヤホンのように、飛び出してはおりません。で、価格はなんと税別2490円と、かなりリーズナブルになっております。バッテリーは約4時間の連続再生が可能となっております。あとケースと併用することによりまして、約12時間の連続再生が可能となっております。あとの機能といたしましては、ボタンをタップするだけで、電話に出たり音声アシスタントを起動することも可能となっております。はい、4つ目の商品はミーの空気清浄機 3H となっております。税別 19,900円と、Google アシスタント、Amazon の Alexa に対応した空気清浄機となっております。なので、音声アシストによるオン・オフモードの切り替え、そしてその他のスマートデバイスとの連携が可能となっております。はい、以上が今回発表された Xiaomi の、新製品となっております。その中でも、スマートバンド5が、まあ、気になっております。皆さんどの商品が気に入りましたか？また教えてください。では本日の動画は以上となります。では皆さん、バイバーイ。